高校生の時に参加した交流で韓国人の友人ができました。その友人ともっと話をしたいと思い、韓国語を学ぶことができる姫路独協大学を選びました。今では韓国語でコミュニケーションが取れるようになりました。国際言語文化学類では短期や長期での語学研修や交換留学など海外留学制度が充実していて、私ももっと韓国について学ぶために短期留学をしたいと考えています。1年生では韓国語の授業が週3回と英語の授業がありました。ネイティブの先生の授業も多くあり、少人数制による手厚い指導を通してより実践的に外国語を学ぶことができます。2年生では語学の授業はもちろん、語学以外にも産業や法律など他の学類の授業を受けることもできます。どの学類にいても自由に学ぶことができるので視野が広がります。将来は地方公務員を目指していて、外国人向けの案内などで大学で学んだことを役立てたいと思います。現代法律学類でありながら他の学類の科目も受けられるというのが人間社会学群の特徴です。もともと法学部へ進むことは高校生の時から決めていたのですが、他の学類の授業を受けることで他の分野を幅広く知ることができ、法律の勉強だけでは養えないような知見を広げることができました。法律を勉強し始めた頃は民法や刑法と比べて憲法というものが漠然としており、なかなか興味が持てませんでした。しかし先生の講義がとても面白く、知らない間に憲法の魅力に惹かれていきました。今は司法試験合格を目指して勉強に励んでいます。将来は弁護士になり、誰もが平等に法的なサービスを受けることができる世の中にしていきたいです。高校在学中は就職を考えていたのですが、経済の仕組みを知ってから就職した方が仕事に活かせると思い、経済学を学ぶために進学を決めました。入学時は産業経営学類の経済経営コースを志望していましたが、ネットワーク技術やプログラミングの授業を受ける中で IoT や ICT について興味を持ち、経済経営の他に情報の分野を学ぶことができる会計情報コースに進みました。マーケティング論や組織行動論などの授業では専門的な知識を身につけながら、ワードやエクセルを使用してレポート作成やデータ分析を行ったり、パワーポイントを使用して資料を作成したりするなど、ソフトも活用しています。パワーポイントの効果的な利用方法について指導していただき、相手により伝わるよう以前より工夫できるようになりました。大学で学んださまざまな分野の知識や経験を生かし、将来は建設業などお客様が安心して居心地よく過ごしていただけるような空間を提供する仕事をしていきたいと思います。